皆さんは子供の時怖い人がいましたか？私は怖い人がいました。その人は私の父です。父はとても厳しいのでちょっと怖かったです。背が低いですが強そうです。子供の時私は父があまり好きじゃありませんでした。母は私に、父は中国の辰年に生まれたので怖い人になったかもしれんと言っていました。私と父はとても違う人だと思っていました。でもその時私は父の経験を何も知りませんでした。父はいろいろな経験をしましたから怖い人になったかもしれません。父はマレーシアが自由になる前に生まれた。自由になる前は大変で、父の家族は貧しかったです。例えば家に電気やガスがありませんでした。キャンドルと薪を使いました。父は学校に行けたけど私は良くなくて意地悪学生だったと言っていました。ある日父は中学校で問題を起こしました。後で先生は怒って言いました。ユスフ、また問題を起こしましたね。君は将来いい人生を送りたくないんですか？と言いました。その日の後父は将来について考えるようになりました。動物に興味があったから獣医学を勉強しようと思いました。高校の後奨学金をもらって大学に行きました。卒業してからオクラホマの大学院にも行きました。父と話して私は中学校の時良くなくて両親に感謝していない子供だと思いました。父は自分の子供に明るい将来をあげたかったんだと思います。そして父の子供の時はとても大変だと思います。でも頑張って勉強して大学の先生になりました。だから皆さん大変な時諦めないでください。そして落ち込んだ時日々の生活にある小さいことに感謝してください。例えば電気や買える家です。今日を買える家がない人々もいますよ。これからも私は父を大事にしようと思っています。皆さんお父さんは大切ですから、いい子供でお父さんを大事にしてください。